3、4、5、止めて吐きます。止めて1、2、3、4、5、止めて。皆さんこんにちは。前回のお腹の体操は皆さんやってますか？なかなか続けるってことは難しいですよね。でもやっていくうちにだん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 分かるようになってきて楽になっていくと思います。今回も、同じくブレスについてでやりたいと思います。ここにも書かれてあるようにブレスコントロールトレーニング、いかに息を吸うのに対してコントロールできるかっていうことを勉強したいなと思うんですね。そのトレーニングなんです。皆さんお話をするとき、どんな息を吸ってますか？その息を吸ってるっていうのを意識したことありますか？このお話をするとき、ゆっくりお話ししたいなと思ったら息を吸ってゆっくりお話をするし、早いお話をしたいなと思うときにはっていうふうにして息を吸ってお話をするね、ということです。まあそういうところからここに書いてあるように言葉に合わせた息の取り方が必要となりますよということです。これは改めてやっぱり覚えておいてほしいと同時に、演奏するとき、みんなが管な楽器ね、どんな楽器でもそうですね、演奏をするときというのはこれは全く同じで、やはりゆっくりした音楽を演奏するときにはゆっくりした息の吸い方、どんな吸い方かっていうのはその曲に応じて違います。速い曲の時にはやはり速いブレスをしなきゃいけない。それがどうしても速い時には取れなかったり、それからゆっくりした時にでもゆっくりした取り方がわからないっていうことが往々にして音楽を勉強する時にものすごく大きな影響を与えていると思ってほしいです。今日はその練習方法をここに書き出してあります。よく聞く話だと思うけれども、このお腹、腹式呼吸、そして横隔膜ね、こういうものを動かすことによってこの音が変わってくるということが先々で出てきます。四つん這いになっていればとっても分かりやすいんだけれども、人間は立ち上がってしまうとなかなかこの腹式というものができません。お腹を動かすこともできにくいんですね。だからみんなにやってほしいことは、仰向けになって、そして手をおへその上に乗っけます。どっちの両方でもいいです。今回のこのトレーニングは歯の間で息を吸ったり吐いたりします。なぜかっていうと、歯の間でやるとこの抵抗をつけるわけですね。こうやるだけで抵抗をつけることによってお腹がより動かしやすくなる。息もいっぱい入っていくのが音でもわかる、吐いていくのも音でもわかる。そのためにこの歯の間で、やることにします。いろいろな腹式呼吸またはブレスのトレーニングのやり方があります。世界中いろんなところで、やり方をね、先生方がいろいろと教えてくださいます。私もね、アメリカに行った時にこのやり方を、いろんな人から学びました。それをアレンジしてまたこのように、作ったわけですけれども、まずどのようにやるかっていうと、ここにも書いてあるように A、B、C、この3つの種類を毎日やることになります。 A においても B においても C においても、左側はまずスーッと書いてあります。右側には吐く、 B はスーッ、吐く、スーッ、吐く、このように書いてあります。で、この下に数字が書いてあります。この数字とは何なのかっていうと、秒を表します。5秒です。そして吐く方でも
5秒。この B は5秒で0秒。C は0秒で5秒。1秒というものが書かれています。1秒止める。つまり5秒で吸って、1秒止めて、5秒で吐いて、1秒止めて、また5秒で吸って、1秒止めて、5秒で吐いて、1秒止めるというのを5、6回やります。できるだけ5秒間ずっと吸い続けます。そして5秒間でずっと吐き続けます。これをぜひ皆さんにやってほしいなと思います。さあ、その時に秒ですから、このメトロノーム60に合わせると1回が1秒ですね。これを仰向けになりながらやってほしいなと思います。一人でやるもよし、みんなでやるもよし、パートでやるのもよし、ね、1日だいたい1回は絶対にやってほしいなと思います。さあ、それじゃあ今からちょっとやりますね。数えますよ。はい、準備いいですか。仰向けになってできれば目を閉じてください。そして鼻の間から息を吸います。5秒間で吸います。どうぞ。1、2、3、4、5。止めて吐きます。3、4、5。止めて吸います。2、3、4、5。止めて吐きます。2、3、4、5、止めて吸います。2、3、4、5、止めて吐きます。2、3、4、5、止めて吸います。2、3、4、5、止めて吐きます。2、3、4、5、止めて。さあ、このぐらいで約1分だ。これを1日1回必ず、できれば2回、3回ってやればやるほどやりやすくなってくると思います。さあ、次に、じゃあ B の方は何なのかというと、5秒で吸って、今度は0と書いてあります。これはどのようにするかというと、5秒で吸うのは先ほどと同じなんだけれども、0は瞬間的に吐きます。つまり5秒で、吸って止めて瞬間的には、さあ、これを5秒で吸って0秒で吐きますが、同じく1秒止める間でそれをやります。で、皆さん一緒にどうぞ。いきますよ。どうぞ。吸います。1、2、3、4、5。止めて吐きます。止めて1、2、3、4、5。止めて、止めて、1、2、3、4、5。止めて、止めて、1、2、3、4、5。止めて、止めて、1、2、3、4、5。止めて。そしたら次、最後 C なんですけれども、この C よく見てみると、0秒で吸って5秒で吐く。さあ、日頃管楽器の人は特に息を吸ってから長く吐くっていう訓練をしますよね。この瞬間的に吸えるっていうことが、できればできるほど今度はゆっくり吸うことが簡単になります。逆に言うと、瞬間的に吐くことができることによって、瞬間的に吸うこともできるよ。これが肝心です。だから B でいう瞬間的に吐くこと、これとても大事なものです。じゃあ C に移ります。瞬間的に吸って1秒止めて5秒で吐きます。どうぞ。吸って止めて1、2、3、4、5。止めて、吸って、止めて、1、2、3、4、5。止めて、吸って、
止めて1、2、3、4、5止めて吸って止めて1、2、3、4、5。このようにして3種類を毎日やってほしいです。さあここでお願いがあります。毎日続けた人はこの5秒をずっと1週間ここに書いてあるように1週間続けてください。7日間ね、7日間やって、ああできるようになったな、やりやすくなったなと思ったら2週目は6秒にします。これが2週目、これもまた7日間続けます。7日間続けていくうちに6秒が楽になってきます。よく聞かれることなんだけれども、実はこれを数字を多くしていったら同じ量だけ吸わなきゃいけないんですか、同じ大きさだけ、吸っていかなきゃいけないんですかって聞かれます。そうではありません。肺は同じ大きさなので、たくさんの秒になればなるほどちょっとずつ入れていく、ちょっとずつ出していくってことをやらなければ吸ったり吐いたりできませんよね。ただし必ず歯の間でやってほしいんです。さあ毎週1秒を上げていくとして、皆さんができるのはだいたい中学生で12秒ぐらいです。高校生でだいたい15秒ぐらいかなと思います。目標は当然のことながら20秒です。でも当面の目標はまずは10秒までやって、10秒ができるようになったら1秒を増やす。さあそしてそれ以上できなければそれはずっとそのまま続けてください。12秒でもこれ以上できないと思ったら12秒をずっと続けてくれればいいです。いいでしょうか。さあこういうことを、今回は皆さんにお伝えしました。この間のお腹の体操と一緒にこれもやってもらえればもっともっとみんなは、うまくなっていくと思います。次回また楽しみにしております。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。